はいどうも、はい、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。ちょっとずらします。楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、ついてないよね。今日はこちらでございます。ありがとうございます。分厚い豚肉で豚肉の味噌漬け焼きを作りました。こちら、そしてこっち小松菜でございます。食べながら説明いたしますけれども、その前にストロングゼロでございます。ありがとうございます。いただきます。まずはこちら小松菜からいきます。うん、おいしいね。うん、あーいい、いいですよ。なんでこんなに周りに、ん、どうやって垂れた、どうやって食べたかな。うん、いやー素晴らしい。押し麦のお米染み込んでおります。エキスが、うん、もう豚肉ね、お前作って食べた時に作ってやったじゃないですか。すごく美味しかったもんだから、一日つけて、よっしゃ、大体同じ、もう量変わりますよ、大体でやってるから、味付け大体でやってるから、また同じやつで、味付けはニンニク、生姜、ソース、みりん、醤油、味噌じゃないです、味噌、まあ味噌でもいいでしょう。でも味噌って言ったら何、味噌って何だっけってなるか、やっぱ味噌。これを大体の量混ぜて、そしてこうやって混ぜて、まあ混ぜてって同じことか、混ぜて肉をつけて、この間一晩つけました。それは非常に美味しかった、柔らかさもちょうどよかった。ですので今度は二晩つけました。この豚肉、厚さはきっと同じぐらいでしょう。こんな分厚い豚肉、柔らかい、柔らかい。うん、おいしいな。やっぱりな、切ってる時からね、違うなと思ったんだよ。切ってる時から、こりゃ今回は前回よりさらに来てるよと思ったんですよ。柔らかい、また味噌の味、香り、焼いたところの香ばしさ、たこの豚の脂、おいしい。いや、こりゃいいわ、ほんと柔らかくなってる。
すごいねこれ。非常にいいです。最高で、この肉を焼いた後に、一緒にじゃないです、肉を焼いた後、小松菜のこの茎というか硬い部分から入れてって、この肉と豚の肉と豚じゃない、豚のエキスと味噌がまだフライパン残ってるからね、そこにこの子たちを小松菜に入ってもらって、ちょっとだけ塩コショウ足してやったの。だからこの小松菜もすっごい美味しい。で、火加減も良かったんじゃない。いや、素晴らしい。美味しいな。これはお米今日おかわりないよ。終わりだよ。倍あってもこんだけ強力なおかずだったらいけたね、いけたね。いやでもまあ、しかしこれ火加減もいいんだよな、きっとな、こんだけのものになるのは。うん、ほんとに柔らかいんだもん。今見ました、簡単に噛み切ったの。いともたやすく、ほらこんだけの厚さの豚肉よ。すごいな。何がこの柔らかくする効果を持っているのか僕は分からないです。味噌なのか醤油なのか、はたまたみりんなのか、それよりもちょっとしか入れてないソースなのか、ニンニク生姜、いずれの、どのこの材料が距離感見誤りました。距離感を見誤りました。どの材料がこの豚肉をこんなにもこんなにまでも、私はほら油があるのも美味しいけど油がない美味しさのところですよ。ここはここなんか硬いでしょっつって、こんなバズりながらなんだ、硬くてそんなふわびびび噛み切れないよっていうようなところを、あ、噛み切るどころか箸です。あ、ほらほらほら、噛み切るどころか箸ですよ。簡単にほらこんなにして、こんなにして、贅沢っす。
うん、そうですね。いや、これおすすめですよ、マジで。本当にやってみてください。2日つけておくだけ、混ぜてつけて置いておくだけで、あれよ、肉のパック前回と同じ肉のパックちょっとだけシャシャシャって洗って、そこで混ぜて、さっき言ったあの材料を混ぜて、でこの肉ペッタンコ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 ってやって、上からラップやって、ほんとはあのジップロック的な真空パック的な感じになるような、的なパックじゃダメだな、のようにのような様なるような感じのやつになるだったらいいんでしょうけど、きっとね、わかんないですけど、空気抜いてラップでこうぺったんこーっちってやってから、隙間ないようにしてこうってやって2日置いといたやつだから、ジップロックとかでも、ね、一緒でしょ。やわらかいよ、やわらかいよ、なんだ、空気を抜けばね。だからそれがいいことな、それが作用して良くなってるかどうか僕には分からないですよ、本当のところは専門家じゃないから。ただ隙間なくしてこう、こんななってないで、こんななってないで、こんななってるってことはいいことなはず。だって煮物なんかでも煮てから味染み込ませて美味しく食べようと思って一晩置いておくとき、卵なんかが汁からこうこんだけ出てたら、こっちだけやっぱ色違うもんね、こう出てる部分は。こっちで表した方がいいか、卵なんかさ卵じゃないか、出てる部分だけやっぱ色違うから、そんだけ染み込んでないってことですから、空気に触れてる部分は。豚肉もそのはず。これだったらちょっとやり方次第では これもしかしたら販売できるレベルかもしれん。これぐらい来たら、こんぐらい柔らかくて味しっかりついてて、すいません言い過ぎました、すいません言い過ぎました、そこまでじゃないです。ただうちで食べる分には十分美味しくいただけます。うん、あ、美味しい、あ、美味しかった。っていうか見ました、今最後の一口食べて、最後の米ちょっ
だけ残って味噌ぴったりですよ。前半戦こんだけ強力なおかずがあったらお米が足りないんじゃないかなと一瞬思ってしまいましたけれども、最後はピタッと合わせてくる。無意識のうちにね、ぐーっとお腹が鳴った。無意識のうちにね、最後はピタッとおかずとご飯の量ピタッと合ってくるわけですよ。素晴らしいな。計算してたわけじゃないけど、よくできてるね。よくできました。ほら、綺麗に食べた。今日も美味しかったな。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうぞ。